吉田さん、2000万でもカツカツですよね。だって2000万っていうとすごい金額のように思いますけども、使ってみると本当3年ぐらいでなくなりますよ。2年とか3年とかで、まあ、もちろん生活水準もあると思いますけども、はために見てね、例えば私の暮らしって大贅沢に見えませんからね。隣の人と同じような環境の家に住んで、隣の人と同じような生活サイクルで、まあ隣の人と同じようなね移動手段で、新幹線も同じものを乗りますし、運転手付きのハイヤーなんて来ませんしね。電気代だって一緒ですよ。ほとんど一緒ですよ。いや、そう考えていくと、多くの人ってその例えば年収300万とか400万とかでやってるわけじゃないですか。どうなってんのかなと思いますよね。逆に何をどう切り詰めてるんだろうかとかね。私が楽なのは住宅ローンがないってことですよね。住宅ローンは全くないんで、その家賃の支払いとか、その住宅ローンっていうのが毎月毎月引き落とせることもないんで、そこは例えばその分だけ、まあ、車代になんかなってるってところはありますけどもね。でも私の場合は切り詰めても年間でじゃあ500万で暮らせって言うと、500万とかじゃ今の生活水準は全然やっていけないんで、なんかやっぱね、少なくとも700万から1000万からいるなと思ったら、じゃあ老後、例えば65歳で一切の収入源を失いましたって言っても、10年やっていけないですよ。まあ年金なんてのもね、出ますけどもね、あると思いますけども、多分今の資産じゃ年金じゃもう何にもならないかなと食費にもならないですよね、今の。すごいですね。2000万どころじゃないですよ、ほんと。だから私ももう今50ですから、10年後には年金をもらえる年なんですよ。60歳ね。まあ、繰り上げ年金で受け取ることもできますけども、通常65歳。繰り下げると70歳。でも、繰り下げた70歳からでも、まあ10年ぐらいもしかしたら生きるかもしれないですよね。だから、2000万じゃ足りないですよ、そんな。70から80の間。200万10年とかでしょ。200万とか嫌ですね。もう今後自分の人生に年間200万でやるときなんて来てほしくないなと思いますけどもね。ただホームレスまでやった私なんでね、多分年間20万でも多分やっていくと思いますけどね。まあ家族がいるんでね、やっぱその辺は嫌だなと思いますけども、まだまだ稼がないけんなと。ところで6月1日から電気代は上がりますんで、今月末に届く、来月か、請求書はみんなでびっくりするんじゃないかなと。でもね、事業用の電気代ってのはもっともっと前から上がってますからね。これからも物価は上がるし、生活水準は上がらないし、収入は上がらないし、自分のビジネスを育ててきた人、自分のビジネスにこれから取り組む人だけがなんとか自分の人生を生きていけるのかなって。なんかそんなね、もう奴隷制度みたいな時代になってきますよ、これから。なんか好きなこともできない、好きな分だけ時間もない、かといってお金もない、なんかないない尽くしで何もないと。お金がないから自分の生活も維持できない、何だったんだろうみたいなね。負担ばっかり押し付けられて、年貢の納め時って言葉がありますけども、年貢ばっかり上がっていくわけでしょ。何なんでしょうね、恐ろしいですね。大貧困国家日本の到来です。お疲れ様です。